ごきげんよう、カラスマアリスです。今回はロリータ初心者さん向けアウター講座。ロリータ服は一通り揃ってきて、今の時期ならコーデに困らないけど、寒くなったらロリータに合うアウターがない。そんな人向けにロリータブランド最大でロリータ服に合うプチプラアウターを探すコツと、割とお手頃価格で着回しやすいコートを販売しているおすすめのロリータブランドさんをご紹介いたします。まずロリータブランドさん以外だと、ガーリー系や夢川、量産時代などと呼ばれるブランドさんだと全てが合うというわけではありませんが、探せばロリータに合うアウターが見つけやすいです。私のおすすめはアクシーズファムさんと夢展望さん。ただロリータブランドさん以外でアウターなどを探す場合に注意してほしいのが、丈感が長めのコートのスカートのボリュームです。王子ロリータなど一部のものを除いてですが、ロリータ服は絵本の中のお姫様みたいにふんわりと膨らんだスカートのボリュームが可愛らしいのですが、ロリータ服以外ではそのボリュームに対応しきれなくて、スカート部分がパツパツになってしまうことも、アクシーズさんの場合は可愛いラインだと割と対応できるものも多いのですが、ロリータブランド以外のアウターはウエストまでのショート丈を選ぶのが無難です。またはスカートにある程度ボリュームがあって、さらにウエストから下のボタンを全開にして着られるものを選ぶといいでしょう。ファスナーで開閉するタイプのものだとこんな風に変なことになっちゃいますからね。ロリータブランドさんのコートって可愛いんですが、まだまだお洋服が揃っていなくて、コーデの幅が狭い初心者さんにとっては 4,5 万円するブランドもののアウターを買っちゃうと、欲しいジャンパースカートや頭物が買えないなんてことになっちゃって悩ましいですよね。あとは私はロズロリもクラロリもアマロリも大好きなんて人は、それぞれのテイストのブランドさんのアウターって別のテイストの洋服との相性が悪い場合も。そんな場合におすすめなのがマキシマムさんのアウターです。だいたい2万円前後でスプリングコートや冬物のしっかりとしたアウターまで販売しています。可愛いながらもシンプルなデザインが多いので、ロリータはもちろんガーリー系などのお洋服とのコーデにも対応できちゃうと思いますよ。割と頻繁にセールもしているので、ロリータ服の初めてのコートを探しの方はぜひ一度チェックしてみてくださいね。後ほどこの動画のコメント欄に、今現在10月16日時点で販売されているおすすめのアイテムをピックアップしておきます。今回取り上げたブランドさんも動画説明欄に記載しておきますので、どんなアイテムが合うかわからないよという方はぜひ覗いてみてくださいね。この動画をご視聴いただいているロリータさんも、このアイテムがおすすめだよというものがあったら、コメント欄でブランド名と商品名、それから価格を添えてお知らせいただけると助かります。このチャンネルではロリータファッションに興味のある方に向けた分かりやすい解説動画を更新しています。この動画を気に入っていただけた方はチャンネル登録、高評価をお忘れなく。以上、カラスマアリスがお伝えいたしました。